ピクミン4体験版続きやっていきます。前回の続きからなんですが、ちょっとね、時間経っちゃってます。話す。昨晩リーベさんのタブレットに探索で使うアプリをインストールしておきました。お、準備は OK ですね。それでは探索行きますか。行こうか。はい、今探索できる場所はここです。探索エリア、日だまりの庭。ほう。行ってみようか。日だまりの庭ね。このマップとはまた別のマップに行くってことか。オニオンが。なんかついてきた。日だまりの庭、調査率 0%。さあ、行ってみよう。ちょっと、捜査官が、若干忘れてる気がするんで、まあ思い出しながら、やっていこう。本当に普通のお庭な感じするな、おしゃれな。はい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 。雰囲気めっちゃいいね。さあ、来たよ。ああ、こちらコリ。無事に到着したみたいですね。それじゃあ今日のレスキュー活動について隊長から説明してもらいます。ほう。お、時計、時間制限ある。ちょうど右端まで来た時に日没になるように合わせてある。日暮れまでとし、夜になる前にレスキューキャンプに戻ってくるように。わかりやした。そこはアイコピーの方がいいな。それから、ビーグル号に連れて、ついていったオニオンですが、公開日誌によるとオニオンはピクミンの乗り物でもあるようです。はぁ。オッケー。一旦じゃあ、オニオンからピクミン呼び出せないか。ピクミン出し入れ。おー。なるほど。じゃあこれでいいよ。決定。オッケー、いきなり13体。で、これ集合って出てんだっけ？あ、こうか。オッケー、オッケー、オッケー。何かいる、気をつけて。これで攻撃できるでしょ？オッケー、強い。で、こうロックしといて投げるって。これで？オッケー。さあ、運んでくれ。あ、オッケー。あ、素晴らしいね。あ、いいね、いいね、いいね。よしよしよし。で、あとは、うわぁ、いろいろあるけど、ちょっと一回、あ、ここか。お、お、お、お。5つね、回収して。あれ？オニオンがタウニを吹き出すのやめてしまいました。オニオンの中で数は増えているようですが、地上に出てくる数を抑えて全滅を防ぐ習性があるかもしれない。なるほど。そういうことね。じゃあ、とりあえず抜いとくよ。よし。増えたね。16匹。1個投げて。あれ？こいつらは？あ、集合ね。あ、集合って B か。こうか。集合って。OK。とりあえず20、ああ、そういうことね。20人で行けばまあ怖くないでしょ。ん？なんだ。落とせよ、リーベ。大事なことを伝え忘れていたが、隊員たちの捜索にはオッチンとの協力が不可欠だ。
お、オッチンの嗅覚をもってすれば匂いを辿って体温を探し出せるだろう。お。Y を長押しで L でお願いすることができる。ああ、なるほど。OK。時間との勝負。何それってか、段取り。順序立てて効率よく作業する。はいはいはい。OK。段取りが 大切だと。よ、じゃあいきなり L 長押しのお願いやってみようか。遭難者を探してもらいます。匂いをたどるんだ。お、こっちやな。了解。たどってるね。あいつぶっ飛ばしとっか。OK。ん?この壁どうにか。ん?これ壊せる?壊せんのこれ。これどうだ?よいしょ、壊した。ナイス。お、なんだ?なんだか綺麗な石ですね。お宝ではなさそうですが、オリバーさんの公開にして調べてみます。資材。ただの石ころだが琥珀のような、化石化した生体物質のようだ。はあ。何かに利用できないか。なるほど。科学者がいるんだな。洞窟か。はいはいはい。この中も調べた方が良さそう。うわ、洞窟の中だな。じゃあ入ろうか。1データ。名残の、氷穴。はい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 。霊気に順応したピクミンまで存在する。あ、青ピクミンとかいんのかな?ピクミン送りますね。了解。20匹ね。さあ、赤ピクミン部隊。行ってこい。名残の氷穴。1階。なるほど。不思議のダンジョンみたいにめっちゃあんのかな。だとしたら結構大変。さあ、行ってみましょう。ん?よし、おっちん。そこに遭難者がいるんだな。おそらくはぐれた隊員だろう。救助急いでくれ。とりあえずこいつらボコすよ。よしよしよし。で、お。これぐらいでいいか。お、お。お宝じゃないやつも。もうキラキラエネルギーを含んでいるよ。ええー、そうなの。ほんとだ、1個増えた。これでかくない？あ、すごいね。視点めっちゃいいじゃん。これいくつ ?110。でかい。え、これこれは、違う。あれ?オッチンで、違う、投げるじゃない。あれ?これあれ?これ壊せなかったっけ?違うな。てか、なんかおるな。あれ?違う違う違う。
ちょっと待って、一旦集合。一旦集合して、あれ、なんだっけ。これ投げるだけじゃダメでしょ。何か他に手段は。え？あ、こうか。ほら。オッケー、よかった。これでいいんだ。本当に忘れかけとったわ。てか忘れとったわ。だから。こうするか。オッケー。あ、で、これでもう回収してもらえるね。そう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 。あ、間違えた。集合。よし、そしたら。これは20体でぶっ飛ばせるでしょ。あ、やべ。あ、倒したけど。お、ん？氷ピクミン。そんなんおるんや。これもピクミンなんでしょうか。公開日誌には、氷ピクミンは、キンキンに冷えた体で水場や原生生物を凍らせるだけでなく、氷のように水に浮くこともできる。水がかかるのは苦手。体が氷。オッケー、回収して、いいじゃん。氷ピクミン5体と、赤ピクミンが14体。レーダーマップを見ているか。まだ探索していないところが、はいはい。こっちやな。いや、いいか。オリンピックに行ってこい。お、凍らせた。凍った。でも今がチャンスですよ。よいしょ。オッケー。なんだこれ。なにこれ。ん？花が咲いた。大地のエキスというものでピクミンに吸わせると成長を促す。成長するほど足が速くなる。へえ、これじゃあみんなやったらいいんじゃない？そういうわけじゃない。すごいみんな強く、ああ、いいね。じゃあ、ちょっとこの強くなった状態で、みんなに回収してもらって、あ、これ押せるんじゃない？いや、足りねえ。よし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 。素晴らしい。資材の山運び切って、集合。ん？ん？あ、25。あれ？隊列にいるピクミンがいつもより多くなってる。そうか、野生のピクミンがいる分だけ地下ではたくさん連れてあげるけれど。20プラスアルファみたいな感じか。了解、そしたら、ここやな。オッチンの出番と。そしてなんだこれ。なんだかプスプスしてますね。オニオンにしては色が薄いような。持って帰ろうか。頑張れ。いい感じじゃない？オッケー。これ全員で持ってったら早いんじゃない？
そんなことない。まあ、いっか。OK、じゃあ、ここだね。頑張れ。なんかしなけど頑張れ。ウォッチもや、あ、お、そう、これ何？この鬼はなんか違う感じ。おー、OK。そしたら集合。あ、凍った。叩いて壊せよう。おー、OK、OK、OK。回収ね。みんな集合よ。オッケー、ぶっただけ。おろ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 お、なんだこれ。ん、相談者発見。バイタル確認します。脈拍、血圧、体温に異常ありません。生命維持装置のおかげで無事のようです。誰かわからない。運んで ID カード。オッケーオッケー、運ぼうか。よしよしよし、いいね。あとこれ回収して、ん、特にないか。よし、じゃあこれで完了かな。さあ頑張って。オッケー、レスキュー完了ですね。早速 ID カードを確認します。あ、この人は。ラッセル。材料工学と発明のスペシャリスト。科学を愛し、資材を愛せば、救助に役立つものを開発してくれる。ほう。おー、よかった、無事だったか。科学者のラッセルは、宇宙服やシェパード号の修理改造を担当しているメンバーだ。その優れた頭脳で今後のレスキュー活動にきっと貢献してくれるだろう。オッケー。科学者と合流。いいんじゃない？さあ、お宝も回収したんで、これはもう戻ろうか。やり残したことはないですか？マップを一応確認して、まあ、ないでしょ。あるんかな？さすがにもうなくない？うん。これでいっか。地上に出ます。あ、ホーリーピクミンもついてくるの？マジでありがたいじゃん。救助した人ラッセル。集めたエネルギーが3つ、199と、調査 100% です。素晴らしい。 OK。 そしたら、いや、このゲーム面白いぞ。結構ずっとやれる感じだし。さあ帰ってきた。あ、時間が進んだね。ちゃんと合わせていたはずなんだが、時差を計算していたところ、地下にいた時間は地上の6分の1ほどの長さになってしまうようです。ほう、時空が歪んでると。あ、そうそう、これこれこれ。ん？吸い込まれちゃいました。公開日誌によると、あの白い球根はガーリップというもので、オニオンに与えると外に出せるピクミンの数が10匹増えるみたいです。おー。あ。あ。あ、これでいいよね。なるほど。わー、でもなんかいっぱい。オッケーオッケーオッケー、ぼこすよ。うん、なんだなんだ。また、この石。あ、ほんとだ。
こう縄張りにしているのか。やまないぞ、なんとかできないか。今30体も俺余裕でしょ。はい、オッケー。拠点を移す。早い。すごい早い。よっ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 け。ええでええで。あの運ばせたのと違う色のピクミンが増えている。オニオンと同じ色しか増やせない。ここ運んでくれ。わ、水は苦手だからここはやめとこう。一旦ここも回収してもらって、はい、いいよいいよいいよ。ちょ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 、運ぶのをやってくれ。よし、あと2つ残ってた。んで、どっか行っちゃってるピクミンが。シダの山運びきった。じゃあ、ちょっと待って。タブレット。便利な機能について説明しておくと。ほうほうほう。おー、マークが消える。あ、そんだけね。こいつ倒す？カプチー？ロックオンが外れやすいですよね。その時のためにしっかり狙いをつける心得がある。ヘロヘロ。ロックオン固定すれば、あーあー、はい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 、オッケーオッケーオッケー。なるほど。 ZR ロックオン固定、手ごわそうだけど、まあ余裕でしょう。はい、オッケー。あー、ピクミンが、あ、倒された。マジか。そうか、倒されちゃったか。お、強くなるじゃん。よし、オッケー。運んで運んで。あ、そうか、足りないのか。ほい。で、ここは行けるはずがないな。だとしたら一回反対側行ってみようか。こっち側。お、まだおるじゃん、ピクミン。回収して、おっと、そう、この橋が壊れてんのかな。建築物どうにか利用できればよかったんですが。お、いや、いけないか。さすがにいけないのかな。マップ的、あー、なんかこの上にもあるみたいやな。あ、あれやな、どうやってあれをやるかやな。上に登るか。なるほど。いや、この資材の山とりあえず運ぶ。ちょっと運んでもらおうか。頑張って。君は何をしてんだ。君たちもね、頑張って運んでくれ。
そうすると、いや、これ上行きたいよな。そうだよね。あ、ここにもあんのか。どっちから行くのがいいんだろうな。抜いといて、回収が終わったかな。運び切った。30体。あ、これ投げれねえな。だとしたら、いや、これどっから行くのがいいんだ。一旦こっちの奥まで行っちゃおうか。オッチもこれダメージ受けてんのかな。お、倒します。凍らせて、オッケー。強い。ん、あ、オッチンもない。これ回復するのかな。まあいいか。うわー、てかでも時間が、ん、金属の板が反り立っている。これはこうじゃない。いけねえか。なんかぶら下がってみたいな感じかな。おお、銃がある。すごい。銃で使ってもらおうか。さあ頑張れ。頑張って頑張って。オッケー。あ、こっちルートのが近いってこと？あ、ほんとだ。全然近いわ。さあ、オッケーだ。そういうことね。ん？ほんで？頑張って戦って。うわぁ、これでもオッチにダメージ受けるな、結構。そしたら、やっぱりピクミンの方がいいな。これ上いけるよ。どうだ？マジか。やべえ。あー、火がついた。これはやばいんじゃないか。地球 B で消化してください。はい。あ、なるほど。ん、オッチンも危ない。危ないね。いやー、オッチンだいぶきついな。でも日が暮れちゃうわ。ちょっとまあ回収できるとこまで回収してもらってかな。オッチンを回復させたいのはあるけど。集合。いやー、ちょっときついよな。オッケー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 。さあ、5つを回収して、もう日が暮れちゃうわ。オッケー。
あ、オッチン、これ回復できる？全然回復しない。で、ここ、なんかいけそうじゃない？違うかな？無理か。いや、無理やな。これどうやっていくんだ、あと。というか、もう日が暮れるんよね。こことかな。ああ、そうだよね。日が暮れちゃった。ピクミンの安全が保てる範囲はこのぐらいのようです。夜は原生生物が凶暴になるそうだ。はぐれたピクミンがいれば今のうちに集めといてくれ。ハリーアップ。いや、はぐれたピクミンいなくない？いないよね。じゃあもういいや。こっから向こうにどう渡るかの問題よ。無理かな。いけないわ。ん？これ。ここになんか、回収する感じ？そういうわけでもなさそうか。うん。まあまあ、いっか。オッケー、じゃあ、これで、なんかカウントダウンも始まってんだ。へえ。まあ、ここにおりゃいい話でしょ、多分。待っとくよ。はい、終わり。おー、整列して集まって、お、帰ってった。わー、飛んでった。で、朝にまた来る感じか。多分そうでしょう。ん？あ、違うな。別の拠点に戻ってきたのか。お疲れです。二日目。探索結果。救助した人、ラッセル。集めたキラキラエネルギー。調査率 12% と。ラッセル、よくぞ無事でいてくれた。クク、想定の範囲内だ。そのためにつけた緊急脱出装置であるからな。ちゃんと使い方を説明しておいてくれ。おかげで隊員たちとはぐれてしまったぞ。大体脱出装置というならもっと安全にだな。それもラッセルさん。こんな石ころ見かけませんでしたか。クク、これにしよう。その石ころならすでに調査済みである。熱を与えると変形が要因になり、どんな形にも姿を変えることができる。ほう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 。万能資材。なるほど。これこそが、我が追い求めてきた究極のバイオマス。ビーグル号に回収すると同時に利用できるよう、今まさに立体プリンターを改造しているところだよ。ほう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 。なるほど。ん、レスキューがはかどりそうと。オッケー。で、3日目の朝を迎えると。はい。3日目の朝です。さあ、戻ってきたんかな？ん？どうした？ウォッチンが大きくなってませんか？ほう。一人前になった証。え、でかっ。
ピクミンが乗ってる。ピクミンがじゃれてます。一人前になったオチンにピクミンたちも気を許しているようだ。仲良くなってよかったです。一人前になった宇宙犬は遭難者を救助するとやる気が高まり、訓練すればレスキュー活動にも役立つ新たなスキルを習得できる。ほう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 。やる気がみなぎっている。素晴らしいじゃん。いつもの配信についてくれ。アイコピー。作戦会議を始めよう。早速だがラッセル。ビーグル号の改造の方はどうだ？クククシェパードシブ問題ない。すでに改造を終えている。回収した資材を粘土に加工する機能をつけてやった。これさえあれば旅先での建築も可能になる。おーおーおーおお。何を建築するかわからんが、とにかくようやってくれた。資材持ってくれば装備アイテム開発し、おい、めっちゃいいじゃん、この人。あー。隊の捜索も忘れないようにな。おい。訓練について話があるから、後で私のところに来るように。ほう。はい、コピー。へぇー。資材を持ってきてくれたまえ。資材ね。開発しようか。資材を渡し、翌日まで、あ、舞台が尽きる。ん？サイドミッション。あ、ん？突撃笛。選んだピクミンを X で突撃させる笛。連打すれば全隊列を一斉に向かわせよう。フレアガード。強くない？これ。サーモ回路。めちゃくちゃいいじゃん、これ。アイテムは？ああ、やみつきボーン、救急セット。ああ、いや。これフレアガードじゃない。絶対これ強いでしょ。よし。おお、すごい、めっちゃ、でかっ。はい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 。ん？そして？オッチンにスキルを習得させてやろう。はい。レスキュー訓練。オッチンのスキルをすべて習得する。うわ、なんかいっぱいあるな。あー。なるほど。いや、ちょっとこれ次回からにしようか。はい、今回はここまでです。また次回、この続きからいきます。お疲れ様でした。だろう。